いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2009年モデルアストンマーティン V8 バンテージスポーツシフトをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントにしたスリと飛び石があり、ボンネットに飛び石と、フロントガラスに同じく飛び石がございます。またアルミホイル3本にガリ傷があり、右側のドアのエッジの部分に小さな傷と、右側のピラー部分に線傷があり、左右のリアフェンダーにそれぞれ飛び石がございます。合わせてリアバンパーにへこみがございます。走行距離に関しましては約2万2000キロと低走行なお車です。外装色はオニキスブラック、インテリアはブラックレザーの組み合わせとなっております。アストンマーティンの中でも高い人気を誇る V8 バンテージでございます。伝統の美しいプロポーションと高い走行性能が魅力の一台です。ヘッドライトにはキセノンのヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては、4.7 リッター V8 の NA エンジンが搭載され、最高出力は420馬力を発揮します。アルミホイールは純正の19インチのアルミホイールが装着されており、キャリパーはレッドキャリパーが装備されておりますので、足元までバッチリと決まった1台です。続きましてリアご紹介させていただきます。マフラーは2本出しのマフラーが装備されており、アストンマーティンらしい乾いたサウンドを楽しみいただけます。合わせてトランクスペースのご紹介です。トランクの開閉は手動で行っていただきます。スポーツカーではございますが、トランク全体十分な容量確保しており、目立った使用感もなく綺麗な状態を保っております。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはブラックのレザーシートが採用されております。運転席、助手席ともにそれぞれ若干の使用感がございます。ではエンジンを始動していきます。ステアリングは3本スポークのレザーステアリングが採用されており、パドルシフトが備わっておりますので自由自在に変速を楽しみいただけます。またナビゲーションに関しましては、カロッツェリア製のポータブルナビゲーションが装備されており、こちらにはバックカメラも装備されております。シフトに関しましては6速のスポーツシフトが採用されており、走行モードはコンフォートスポーツ2段階での変更が可能です。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。では今回は2009年モデルアストンマーティン V8 バンテージスポーツシフトをご紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約2万2000キロと低走行なお車です。アストンマーティンのスポーツクーペ V8 バンテージでございます。こちらのお車には420馬力を発揮するエンジンが搭載されておりますので、力強い走りをお楽しみいただける1台です。またカロッツェリア製のポータブルナビゲーションが装備されておりますので、シーンを選ばずお使いいただけます。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。